では、最後はですね、今まではですね、足を蹴り下ろすという動作にフォーカスしたトレーニングが多かったんですけども、最後は、足を、早く上げてくるという動きのトレーニングをしていきたいと思います。で、足を上げるときにですね、どこを意識するかというと、まあ、腸腰筋という筋肉は皆さん聞いたことはあると思います。まあ、腸腰筋とか、大腰筋って言ったり、まあ、するんですけれども、この背骨のところからですね、こう足の付け根についている、まあ、インナーマッスルと言われるところですね。なのでこの筋肉を意識して足を上げてくるのが、楽に足を上げられて、かつ、早く足を上げられるというものになっていますので、それをですね、足の上げ方を、意識した腹筋のトレーニングというのをやっていきます。で、まずですね、ここに寝ていただきますね。で、寝てもらった状態で、腹筋をやっていくんですけれども、まあ、一般的な腹筋ですね、というと、ここから上体を起こしたりとか、あとは足を上げてやったり、まあ、ねじったりという動きがあるんですけれども、今からお知らせするですね、お伝えする腹筋は、まずこの状態でですね、お尻を上げます。で、そのままですね、お尻を下ろしてくると同時に膝を引きつけて上げてくる動きですね。で、これをなるべく、素早い動作で行っていきます。ここからで、この動作を行うことによって足を上げた状態ですね、足が後ろに行った状態ですね、蹴った後に後ろに行った状態っていうのを意図的にこの状態で再現をしています。で、そこからお腹のですね、インナーマッスルである大腰筋という筋肉を意識をして、お腹全体を使って足を引きつけてくる、引きつけていくですね。で、よく足を上げる動作っていうと、足というのは大体この鼠径部のイメージが皆さん非常にあるので、ここの筋肉を使って上げようとする方が非常に多いんですけれども、ここの筋肉というのはですね、主にアウターマッスルである、まあ、大腿直筋という筋肉が、強く働きやすいところになっているんですね。なので先ほど最初にお伝えした、大腰筋ですね、腸腰筋、大腰筋っていうのはしっかりと使えてくるとですね、おへそのあたり、大体おへそのあたりが辛くなってくるということになってくるんですね。なので、足を意識ですね、ここから足を上げてくるとアウターマッスルですので、すごい疲れてしまって長い時間走らなくなってしまったりするんですけれども、足をですね、お腹のあたりですね、から全体を使って上げるような意識にしてくると、非常に疲れも出にくく、かつ速いスピードで上げられるようになってきます。そのためにこの腹筋で足を上げて、そこからお腹ですね、中を意識して全体を使って足を引きつけていく。というのを意識してやってもらうと、よりお腹、体全体を使って足を上げるという動きができてくるようになっています。なので、あまりこう今やったのはですね、腹筋をまあ鍛える、アウターマッスルとか腹筋を鍛えるというよりも動きを良くする、意識の腹筋ですので、先ほどと最初の、バックランジなんかと一緒なんですけれども、強い重さ、負荷でやるというよりも、できるだけ速い動きですね、というのを意識して、行ってみてください。以上が、足を早く上げるようになる、腹筋の、トレーニングになります。